今回はナルトに登場するダルダルイングリッシュ受講生ダルイについて見ていきたいと思います。四代目雷影 A の右腕を務め A から絶対的な信頼を置かれる男ダルイ。ダルイ自身も A のことをかなり慕っており、上司と部下として非常に良好な関係を築いています。しかしたまに発作のように発動する A の脳筋ぶりにはついていけず、しばしば温度差が生じることもあります。その名の通り常にだるさ満々の態度を醸し出しており、口を開けばだるいという言葉を発するレベルの面倒くさがりや、逆に言うと面倒ごとにはできるだけ関わらないでおこうという高次元の危機回避能力を持っているとも言えます。このリスク管理能力は木の葉一の怠け者鹿丸にも通ずるところがあります。つまり木の葉の怠け者といえば鹿丸ですが、雲隠れの怠け者といえばだるいなのです。ただし寝たふりをするときはパックンにだけは注意が必要です。雷影の右腕の称号通り作中でも屈指の戦闘力を誇ります。体術をはじめとした基礎戦闘力は非常に高く、木陰階段ではあらゆるところでいきり散らしがちな水月を描写すらなく、いつの間にかナタで封印するという芸当を披露していました。忍術においては非常に高いレベルで雷遁を使いこなし、水のないところでも大規模な水遁を使用することができます。さらに雷遁と水遁を組み合わせた決定限界乱遁を使用することが可能です。しかしこの乱遁、雲隠れでは結構メジャーな忍術らしく、使い手が大勢存在しています。逆に言うと一族秘伝であるはずの決定限界を大衆忍術にまで落とし込んでいるため、雲隠れの術開発レベルの高さがうかがえます。これらから近距離と遠距離どちらにも対応する術を持っているため、戦闘においてほとんど隙がないと言えます。チャクラ量にも恵まれており、大量のチャクラを消費してしまう陸道仙人の宝具を使用してもそこまで消耗している感じもありませんでした。もしそこらのモブ忍者が使っていればすぐにバテバテになっていたことを間違いなしです。しかしそこまでチャクラが多いとは思えない、ケンテンも宝具の一つである馬上仙を普通に使っていたという謎もあります。またダルイは四代目雷影 A の父親である三代目雷影 A に雷の入れ墨を刻むことを許された唯一の忍びとなっています。雷の入れ墨は高次元で雷遁を扱える者の証であり、四代目雷影 A ですら雷の入れ墨を刻むことは許されていません。そのためダルイはいつも袖なしの服を着ることで雷の入れ墨を見せびらかしているのでしょう。このように作中でもトップクラスの実力を誇るダルイですが、実は意外にも謙虚さを持ち合わせています。実際暴走しまくる雷影の尻拭いのため周囲に謝り歩いたり、危機的状況を助けてくれたガーラにきっちりお礼を言ったり、自分がミスをした時は誰に対するわけでもなく何度も謝っていました。つまり強さだけでなく人格面でもトップレベルなのです。主な術は雷遁黒パンサー、蝶の形をした黒い雷を放出する術、海辺で使えば数百人規模の相手でも一瞬でビリビリさせることができる強力な術です。乱遁レーザーサーカス、無数のレーザービームを放出する術、軌道を自由自在に操れるため援護力を鍛えていれば逃げている相手にも簡単に当てることが可能です。実際人質を取っていた銀閣に対して急に投げることで銀閣にのみ当てていました。そんな有能な面倒くさがり屋ダルイ、普段はだらしなくみじんもやる気を出しませんが、やれやれ系の例に漏れずやるときはきっちりやる男です。五影階段ではいきり散らし一人で突っ込んでくるサスケに対して水遁水陣壁に雷遁を放つことでサスケを退け、雷影の右腕の実力を披露しています。その水遁はあの二代目様に勝るとも劣らないほどで、水のないところでも高レベルの水遁になっていました。第4次忍海大戦では第1部隊隊長に任命され、めんどくさがりながらも自らに課せられた役目をきっちりとこなしています。雲隠れの最悪の滞在人である金閣銀閣との戦いではまあまあ煽ってくる金銀兄弟に対し2人のメッキを剥がすという高度な煽りをかますことで精神ダメージを与えています。この煽り力の高さは普段からラップバトルを仕掛けてくるキラー B のおかげに違いありません。その後悠々白書のタブーバトルのような高次元高術バトルを展開し、一度は封印されそうになりますが持ち前の謙虚さが発動し勝利を収めています。そして現在は A の後任として五代目雷影に就任しており、面倒くさがりながらも里のトップの責任を果たしています。血縁至上主義のナルトにおいて先代と血のつながりがないにもかかわらず里のトップまで上り詰めたダルイ、この異例の出世もダルイの謙虚さあってのものでしょう。